暗かり機が静かになる魔法のピニオンキーを取り付けました。以前にナイスバーディーモアの騒音に関しての記事をブログに投稿したところ、金星様より後ろに引く時のガラガラ音を解消する静かな魔法のピニオンキーを送ってもらいました。静かな魔法のピニオンキーとは、強化ガラス繊維樹脂のピニオンキーのことで、今までの金属製のキーより静音性を高めたものです。7月末にはジャパンモアにつけるということでしたが、ナイスバーディーモア、現行機種はハッピーバーディーモアにも取り付け可能ということなので、早速試してみたいと思います。ピニオンキーはホイールの中にあるので、一旦両側のホイールを外す必要があります。この作業は刃を研磨するときと同様なので、付属の説明書を見ながら行うと良いでしょう。それでは早速やってみます。ホイールキャップの切り欠き部にマリナスドライバーを差し込み、こじって浮かせます。次に E リングの隙間にマイナスドライバーの先を差し込み、回転させて E リングを取り外し、ホイールを外します。この時に注意してほしいのは、外す時に飛びやすいので、指でしっかりと押さえておくことです。クラピアの隙間などに入り込むと探し出すのにとても苦労します。次にピニオンギアを取り外し、中にあるキーを抜きます。この時に確認しておくことは、キーの向きです。同じ方向に合わせて入れ替えないと、組み付けた時にうまく作動してくれません。左右のホイールでも向きが違うので注意してください。もし取り外してしまって訳がわからなくなったら、芝刈り作業の進行方向に対して回転板がちゃんと回るか、ホイールを手で回して確認すると良いでしょう。実際に組み付けて手で回した感じでは、動画をご覧になっていてもわかると思いますが、かなり静かになります。ほとんどキーの音がしないと言っても過言ではありません。キーは両側に入っているので、反対側も同様に入れ替えを行いました。実際にクラピアを刈り込んでみて、どの程度なのか楽しみですね。はい、まずは金属キーが入っているノーマルな状態のナイスバーディーモアで刈り込みます。キーの作動音は、暗刈り機を引いた時に発生するので、今回は押し引きしながら刈り込みます。次に静かな魔法のピニオンキーを装着したナイスバーディーモアで同じ場所を刈り込んでみます。マイクから距離は同じになるようにしました。もちろん加工はしていません。実際の音量のままです。実際に刈り込んでみて感じたことを率直に言うと、多少は静かですが、それほど変わりない。ナイスバーディーモアの場合は押した時の騒音が際立っているので、キーの作動音は打ち消されてしまう感じです。これがジャパンモアのように押した時も静かなら、樹脂キーの利点は活かせると思いました。なお、メーカーサイドの話では、騒音はメンテナンス次第なところもあって、あまり使い込んでいない私の暗刈り機では差がはっきり出なかったのかもしれません。また樹脂製なので耐久性には多少問題があって、砂ぼこりが多い場所でギアの噛み合い部に砂が混入した場合は消耗が激しいということでした。はい、結果として耐久性は劣るようですが、音が気になる方には良い製品だと思います。まだ部品として販売されていないようですが、既存の芝刈り機でも使えるように補充パーツセットとして販売されることに期待したいところです。はい、以上で今回は暗刈り機が静かになる魔法のピニオンキーを取り付けましたでした。クラピアチャンネルではこうしたクラピアに関しての情報を引き続き発信しています。ぜひチャンネル登録してお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。